イアンダグラス・スミスは、ローデシアの軍人、政治家。イギリス王領植民地であった南ローデシア時代には、首相を務める。1965年に同地をイギリスから一方的に独立させ、白人中心のローデシア共和国を誕生させた。初代首相に就任し人種差別政策を1980年まで、推し進めた。1953から1954年に、 撮影された30代半ばのスミスイギリスで、保守党議員と共に会見するスミス。背後には、ローデシアの旗が掲げられているローデシアのセールクエで、入植者の息子として生まれ、1948年に、政界に入り立法議会議員、ローデシアニアサランド連邦議会議員を歴任した。1961年に、ローデシア戦線を結成し1964年4月13日から、 南ローデシア植民地政府首相を務め黒人の抵抗運動を徹底的に弾圧した。あくまで少数の白人支配の存続を望み1965年11月11日に南ローデシアの白人政権は英国から一方的な独立宣言を行い、英国から派遣されていた総督も追放し、ローデシア共和国と名乗った。スミスはその初代首相に就任した。 このため経済制裁を受け、黒人解放組織の抵抗闘争に直面した。やむなくイギリスの朝廷を1979年に受け入れ、1980年の総選挙で黒人解放組織に敗北した。ジンバブエ共和国が誕生しても1986年まで国会議員を務め、ローデシア戦線党党首として白人の権利擁護に当たった。 1987年の白人議席解消後は、政界を引退し農場経営をしていた。表社会から姿は消しつつもバブ笛国内に生存し、政界復帰を狙っていると伝えられていたが、晩年には南アフリカ共和国のケープタウンに移り、療養生活を送っていた。ロバート・ムガベを批判し、 ジンバブエ政府と対立していたが2007年11月20日に自宅で心不全により88歳で死去。ありがとうございます。